はい、こんばんは、タカです。今週は FMC ウィークということになりますんでね、かなり神経質な展開、想定はしてはいるんですけども、ちょっと動き鈍いですかね。先週末から少し荒れた相場でしたけども、結果的にはほぼほぼどの通貨を見てもレンジ相場といった形に見えましたんでね、そうなるとちょっと動きにくいかなというふうにも思ってはいたんですけども、実際ちょっと動きの方が鈍いです。こういった相場であまり前のめりになってしまうと高値買ったり安値売ったりこういったことになりがちですからね、そこは十分気をつけてください。あまり動きないんですけどね、チャートの方を見ていきたいと思います。こちらがドルインデックス、1時間足に冷やしを重ねています。現在このレンジ相場、これが FMC でつけた高値安値、前回ですね、その後上の方に抜けた動きに対して今調整の動きになっています。でも今のポイントはもうここですよね。流れはしっかり止めてると思います。足場を作っていますけども、この決着は何もついてないんですね。ただ先週、特に木金あたりですかね、上を試したり下を試したりと、抜けそうにはなった動き、ここに見えてるんですけども、結果的に抜けませんでした。これが決着ついてれば動きの方もあったと思うんですけどね、決着つかずですから、このまま FMC を迎えてくるんじゃないかなと。FMC は水曜日になりますんで、あと2日間と少しですか、こういった状況は続きやすいんじゃないかなと思います。今日の動きですけども、レンジの中の動き、ブレイクなんかもしてくればその時にまた考えていけばいいかなと思いますんでね、今はレンジを想定して値動きを追っていこうかと思います。はい、変わりましてこちらが通貨の強弱チャートになります。今日なんですけども、全体的に動きやっぱり鈍いです。というか今日だけではないんですよね。先週の特に水曜日あたりからかなり動きが鈍くなっています。少しこう抜けたりはするんですけどね。結果戻してきてしまうんですよね。今日もこのドル、やっぱ方向感ないなというのが見ててもわかりますけども。そんな中で少し気になるのがこの円の動きですかね。先週金曜日かなりこれ円強かったんですよね。円高トレンドがしっかり出ていたと思いますけども、今日はその調整の動き。先週の金曜日に比べれば動き自体は小さいですからね、本当に単なる調整の動きに今は過ぎないと思いますけども、夜になってこのトレンド続くかどうかは見物かと思います。そもそも円というのは今年に入ってからずっと弱かったですからね、このように強い買い戻しが入った際にはこれが単なる調整の戻りなのか、それとも波の反転につながってくるのか、これはもう神経質に見ていかないといけない部分だと思うんですよね。今日ちょっと方向がないですから、もう少し様子を見ながら円が本当に買い戻されるのか、それとも単なる調整の戻りだったのか、そのあたりを見ていきたいと思います。はい、変わりましてこちらがドル円の1時間足冷やしを重ねています。このドル円なんですけども、短期的な上昇トレンド見えていたんですけども、貯金サポート割り込んだり押し安値も割り込んだりもしていますんでね、今は波がひっくり返っています。今見ている波はこの下落トレンドですね。今日は少し流れが止まりそうですね。このままいけば調整局面、この調整どういった位置でできているのかがすごく大事で、はい、こちらが4時間足週足を重ねています。週足環境を見てもドル円はすごく強いんですけども、この辺りから流れが止まってるんですよね。僕はもうこの辺り一体を調整として見ていますけども、少し今回これ上の方に抜けてしまったんですけども、これが潰されたということなんであれば、現在地はおそらくレンジの高値付近になってくるんじゃないかなと。ということは、これ下落トレンド結構強かったですからね、特に金曜日あたり強かったですから、押し目買いをしてやろうと、買ってくる人たちというのはたくさんいそうですけども、この現在地が本当に安い位置なのかどうなのかは冷静になってもいいと思います。押し目買いをするということは、このトレンドの継続を見ていくということになってくると思うんですね。高値を抜けるとか、高値を試すとか、そういった流れを見ていくということになりそうですけども、これが行ってこいで潰されたんであれば、上値は相当もそうですから、この状況にはしっかり備えていかないといけないですね。仮に買っていくんなら、このですね、割り込んでしまったらレンジの上から下までの売りのトレンドにつながってしまうかも。僕ならこの高値圏を警戒してしまいますかね。チャートはすごく強いですから大崩れなどを考えているわけではないですけども、少しこの調整の動きに備えていきたいなと思います。ただし FMC がありますからね、この FMC というのは全てのこういった環境をひっくり返すようなパワーがありますから、そこは十分注意は必要だと思いますね。はい、こちらが15分足、4時間足を重ねています。下落トレンドが見えていて、現在は流れが止まって調整局面、この調整の意味というのを考えていきたいですね。下落トレンド見えてるんですから押し目がいいぜ、こういったのはいそうです。これも全然悪くないですけどもね、貯金とか抜けてくれば少し波の反転なんかも見えてくるかもしれませんけども、ただこの辺りは直近高値どころがレンジの高値圏でもありますんで、
まあ、このあたりがしっかりブレイクしているんであればおしめ買いでもいいんですけども、これが潰されたということになってしまうと、この下落トレンドは強く出てきてしまうかも。おしめ買い勢の失敗という形になってしまったら、これはレンジの上から下までの流れにつながってしまいますんで、今日、もしくは金曜日の安値を割れるかどうか、これ言い換えれば136円がサポートになってますから、この136円をキープすることができなければ、レンジの上からの売りの流れ、こういったのはしっかり見ていく必要は出てくると思います。ロングを見ていくなら、この動きにしっかり備えていくのが大事になってくるんじゃないですかね。今日は高値ですね、抜けてきてないですから、まあ調整のレンジ相場、まあこれは決着ついても何もおかしくないですからね、そこはしっかり見ていこうかと思います。はい、変わりまして、こちらがユーロドル、1時間足に冷え性を重ねています。このユーロも結局はレンジなんですよね。まあこれが全てかなと思います。まあブレイクしてくれば流れも出てきそう。今だったらこれ上の方に抜けそうになってますから、抜けてくればこういったトレンドも出てくるんでしょうけども、まあ先週の金、木、水、このあたり、まあ火曜日もそうですかね、このあたりこうヒゲをつけてるのが多いんですよね。抜けそうで抜けない、こういった動きがしばらく続いてしまってます。まあ、コインも今この位置ですからね、多少上の方にボンと伸びてくる場面はあるかもしれませんけども、最終的に判断したいのは冷やし終わり値、終わり値までにしっかりこの高値をキープすることができるのかどうかで、最終的には抜けかどうか、そこは判断はしていこうかと思います。でまあ個人的にはこれ抜けてくるんなら、先週の木金あたりで一旦抜けてきてもよかったのかなというふうに思うんですけども、やっぱり上値も重いですからね、これをロングで見ていくのは僕はもう慎重に見ていこうかと思います。ですから場合によってはショートなんかも面白そうではありますけども、ただ今少し抜けてきてますからね、こういった値動きに対してバチンとショートをしていく必要はないと思います。あくまでショートをしていくんなら、一旦流れが止まった後、上値の重さを確認はしたいところですね。でその結果抜けてくるんなら、この抜けの動きに合わせた上昇トレンドを意識して見ていこうかと思います。はい、変わりまして、こちらがユーロ円、1時間足に冷え性を重ねています。黒線全体的にまあ似たような環境ではあるんですけども、今日ですね、円の方に少し売りが入ってきてます。先週の金曜日がえらい円が強かったんですよね。この円買いをどう見ていくのかが大きなポイントの分かれ目かなと思います。売りの流れを見ていくんなら、やっぱりこれは単なる調整の戻りに過ぎないですね。金曜日の高値すらまだ抜けてないですから、戻りとしては全然浅いです。下への流れ、サポートも割れてますからね、上値が重い状況から売りの方も入ってるわけですから、短期的には戻り売りを見ていくというのは何もおかしくはないと思いますけども、ただこの強い戻りに対してショートをしていくのは、これも気をつけたいんですよね。まあ、短期のショート勢を捕まえてしまいますから、流れがしっかり止まったのを確認はしたいところです。では逆ですね、強い戻りが入ってくるような環境が、クロス線にあるのかどうか。一番に目に入ってくるのはこの安値の切り上げですかね。こういった上昇トレンド見てくる人はいそうですけども、ただまあこれすぐに決着となるかどうかですね。下落の流れが止まったら、僕はあまり急反転イメージするんではなくて、このあたりの調整、まあ、売り買いの攻防を意識したいところですから、レンジが見えてくるんじゃないかなと。ですからまあどこかでこう上値が重い状況は見えてくるんじゃないかなとは考えてますんで、まあ、それとのを見つけてショートをしていくのがまあメインシナリオになってきますかね。ただまあ急に買いが入ってきてるのも、今日はこれは事実ですからね、ショートは慎重にはなりたいです。目線は今のところまだショートですかね。ただ売り場所は慎重に、流れもね、ちゃんと見極めてショートはしていきたいところですね。はい、変わりまして、こちらがポンドドル、1時間足に冷え性を重ねています。このポンドドルも結局はこのレンジということになってくるんじゃないかなと思うんですけども、今少し抜けそうになってるんですよね。これがすごく面白いところ、ブレイクしてくればこの上昇トレンドが見えてきますから、これは無視するわけにいかないと思いますけども、ただこれも先週の金曜日とか、まあ、週の前半とかこの辺りで散々上試しましたんでね、上値が重いのは明らかだと思うんですね。ただそれでも買いが入ってきてるわけで、今夜はこれ終わり値がどこになるかがすごく大事なポイントになってきそう。抜けてくればやっぱり上昇ですね。上の方抵抗体全くないですから、強い買い戻しも出てくるかもしれません。ただチャートはすごく弱いですからね、このあたり戻りの高値でまだ抜けてはいないわけですから、この高値圏での攻防を今夜は見ていくことになりそうです。僕自身はもうこれ日足がしっかり抜けてくるまでは抜けていないと考えていこうかと思ってますんで、今現時点でもまだ抜けていない。まあ、当然これも上値が重くなればショートは考えてはいきたいところです。はい、こちらが15分足、4時間足を重ねています。もう短期足を見ても明確に壁は見えてますね。レートが 1.20 の30、40、50あたりまでですかね。このあたり上値が重くなってくればショートは見たいなと思いますけども、ただ今ちょっと強いんですよね。バチンとショートをする必要はないかなとは思います。例えばここの上髭もそうですけども、上値が重い形が見えてからショートをしても十分間に合いますんでね、そこは慌てずに判断はしていこうかと思います。はい、変わりまして、こちらがポンド円、1時間足に冷やしを重ねています。
先週えらく強かった円に対して今日は少し円が弱いと、当然チャートの方は反発してきていますけども、金曜高値まだ抜けてないですね。まあそらそうかなと、金曜のこの売りはかなり強かったですからね、戻り入っても単なる調整の戻りに今は過ぎないと思いますね。ただこういった下落トレンドを見ていくには気をつけていかないといけない流れが、この安値の切り上げ、もし波反転してしまえばこういった上昇トレンドも見えてきますからね、意識はした方がいいと思いますね。まあそうなるとこう売り方と買い方のぶつかり合いという形がまあここ見えてしまいますんで、僕ならまずは調整を見たいですけどね、レンジを見たいなと思いますから、どこかにこう上値が重い形見えてくるんじゃないかなと、そのようには考えますんで、まあ少なくともロングはないですかね、やっぱり上値が重い状況になってしまったらこのあたり高値圏の可能性出てきますんで、ロングは慎重にはなりたいですけども、じゃあショートはとなりますけども、これだけ勢いよく上がってくる流れに対してショートをする必要もないと思います。まあ、金曜からのこのリバウンドを強く意識している人はどんどん買っていくんでしょうけどね、僕はちょっとこの流れについていくのは難しいですかね。でまあ結果的にね、かなり強い流れが出てこう戻りが強く出た場合はその時に改めて判断はしていこうかと思います。今日の今の段階でやっぱりこの上値の重さを意識したいところですね。調整のレンジを見ていこうかと思います。相変わりましてこちらが5ドルドル1時間足に冷やしを重ねています。5ドルも同じですね。この辺りでレンジを意識してました。今日は高値を少し抜けそうになっているんですけども、これはもう冷やしの終値で最終的に判断はしようかと思ってます。前回もここで足場作ってますからね、上値が重い場所、売りが入りそうな場所でしっかり売りが入ってるという、これも過去からの流れ、捨てたのが見えてますんで、今のところはこれでブレイクとは判断はまだしないようにはしようかなと、終値で判断はしようかと思います。ただかなり強いですからね、このまま戻してしまうかもしれませんから、ショートも相当慎重にはなりたいですね。ただ自分ならロングはまだしないですかね、相変わらず上値の重さ見えてますから、せめて冷やしが終値で確定する、そういった形は確認はしたいところです。まあ、それまでは売りの場所、検討はしていこうかとは思います。はい、変わりましてこちらが5ドル円1時間足に冷やしを重ねています。ゴールドレムチャートはすごく強かったんですけども、先週の金曜日に大きな押しが入りました。ただこれ押し安値終わってないんですね。この線の中では一番強いチャート。ただまあ金曜高値は抜いてないですからね、単なる調整の戻りに過ぎないと言われればそれまでなんですけども、ただサポートはしっかり効いてますんで、もしこの黒線のリバウンド、ロングを見ていくなら僕なら一番にこの5ドル円見たいとは思いますがね。まあとにかく今月に入ってから5ドルが強いんですよね。この5ドルがちゃんと強いままなんであれば、まあ、リバウンド見るということは円の弱さですよね。5ドルが強ければ強弱の差も生まれます。ロングを見ていく方がいいのかなと。まあ、売っていくんならせめてサポート割れ、これぐらいは確認したいところですから、この線の中でもしリバウンドを見ていくなら僕はこの5ドルで注目はしていこうかと思います。はい、ということで、まあ、今の時間ドル安円安というね流れが少し強く出てきています。ドルも円も弱いんですね。ですからこれドル円なんですけど、ちょっと動きがないですね。ドル円を見てしまったら全体的な環境が少し見えてこなくなってしまいます。はい、ということでまずはユーロドルですかね。このユーロドルを見ていくのがこのドルの状況を見ていくのに一番わかりやすいと思います。このユーロドルが高値を今抜けそうになってるんですね。今まではレンジになっていましたけども、レンジからブレイクしてくるんならこれはトレンドになってきますから、当然注目ということにはなるんですけども、ただ、これ先週から抜けそうで抜けないという状況もずっと続いてます。今日もそこの部分に関しては僕は少し疑いの目を持って見ていこうかなと、最終的に判断していくのは終値で見ていこうかと思います。そしてクロス円も全体的には似たような環境なんですけど、ただ違いがあるとすれば5ドル。これがかなり強いんですよね。まだ押し出しても終わってない状況で波の反転も起こってますんで、もし波の反発起こるんなら一番にこの5ドル円は注目はしたいところですね。ただこの円安に関してはともかく、ドル安に関しては FMC が通過してくるまでは動きは出づらいんじゃないかなと、当初はそういうふうに考えてましたんでね、継続してまずはそういった考え方で値動きを見ていこうかと思います。ドルはレンジを意識、現在ドルはレンジの安値圏ですからね、十分注意はしたいところですね。今回は以上になります。それでは今夜も頑張っていきましょう。